はじめまして、サキです。実はプロレスラーもやってるんです。おお、それは珍しいな。楽しくなりそうだ。そう言ってもらってよかったわ。あの、名前とか聞いても大丈夫ですか？ああ、桐生一馬だ。桐生さんですね。今日はいっぱい楽しみましょうね。そういうのは結婚したい人に向かって言ってくださいね。せやな、最近は恋愛ソングみたいな女の子向けの曲をよく聞きますね。ほう、意外だな。こう見えても中身は乙女なんですよ。ふふん、かわいいでしょ。いなくなってしまった人との思い出か。確かにふと思い返す時ありますよね。柄じゃないかもしれへんけど、その人の分も頑張らなきゃって思います。そうだな、それが正しいと思うぜ。はい、桐生さんとこういう話ができてなんか良かったな。プロレスラーとしてはやっぱり頂点に立ちたいですね。プライベートではお嫁さんかな。こう見えても料理も得意ですし、旦那さんにも尽くすタイプやから良妻になると思うんやけどな。自分で言っちゃうのか。こういうのはアピールしひんとな。桐生さんもぜひご検討を。ありがとうございます。それって恋人になれってことですか？どないしょう。そろそろお時間となりますが、また今度にしよう。かしこまりました。しかし、キャバ嬢とプロレスラーを兼任してるなんて珍しいな。そうですよね、皆さん珍しがられます。実際にやってみてどうだ？物珍しさで指名してくれる人は多いんですけど、いわゆる王道を求めてる人には受けが悪いんですよね。もっと人気を上げていくためにはもっと女らしい仕草とかせなあかんのかな。俺は好きだぜ、プロレス。プロレスですか？そこはうちじゃないんですか？冗談だ。だがこんな砕けた会話ができるのはお前の魅力だと思うぜ。桐生さん、確かにそうですね。うちにはうちなりのやり方がある。なんか前向きになれた気がします。ありがとうございます、桐生さん。ああ、頑張れよ。